ビグダグ難しいよ。灰になった。はい、皆さんこんにちは。中川翔司です。いつもご視聴ありがとうございます。はい、本日はですね、友人からですね、あるお届け物がありまして、そちらを今日は開封してみたいと思います。友人曰く、ネタに使ってくれという感じでですね、届きました。友人から届いたものがこちらになります。はい、マイアーケードマイクロプレイヤーレトロアーケード、どれが名前なんですかね、わかんないですけど、おそらくレトロアーケードのディグダグになります。はい、ありがとうございます。はい、こちら、レトロアーケードのディグダグになります。一応ですね、こちらの説明文ありますので、それをちょっとそのまま読み上げてみたいと思います。80年代を代表するあの懐かしいアーケードゲームが、全高約17センチの、コンパクトな、筐体となって復活。もちろん、実際にプレイ可能ということですね。はい、まあ僕ら世代だったらわかる、僕ら世代もしくはもうちょっと上のね、先輩世代だったらよくわかると思う。ゲームセンターによくあった筐体ですね。それがそのまま小さくなったものになりますね。はい、ちょっと猫背だな。ね、ないよね。ないよね、あんたは今日はもう。ちょっと面白そうなんでね、これを開けてプレイしてみたいと思います。はい、レトロアーケードディグダグなんですけども、こちらはですね、いろいろ種類がありまして、まあ結構前に出たやつですよね、多分。レトロアーケードという種類の中のディグダグになるんですけど、他にもゲームがいくつかあって、上腕のマック、戦い原始人、懐かしいな、やったことあんな。あとギャラが、ギャラクシアンで、ドラゴン忍者で、バーガータイム、パックマン、ヘビーバレル、マッピー、空手家、めっちゃありますね。9つ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個、あれ、あ、そう、ほんでリグダグで10個だ。はい、10種類のゲームが、プーって言ったね今、10種類のゲームがある形になりますね。はい、めっちゃなるね今日は。結構ね、価格も安くて面白いんじゃないのかな。今日はこれをプレイしてみましょう。はい、そしてこれで、おう、これこれ説明書。あー、さっき言ったやつですね。言ったやつが全部載ってますね、これ。見えますか？長いね。いい感じ。何色？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。あ、もう一個なんかが出るらしい。カミングスーン出てんのかな？わかんないですけど。説明書が入ってますね。よし、開けると。開けましたね。はい。おー、いい感じ。コンパクト、めっちゃコンパクト、うん、いいっすね。はい、じゃあこれでちょっと遊んでみたいと思います。あ、あとこれだ、こちら後ろね、見えるかな、これ後ろ、これ電池、単3電池4つでもいけますね。もしくはマイクロ USB ですね、ここでいけますね。はい、結構いいっすよね。これあれか、十字キーでもできるし、取れるんだよね、これ。ほら、取れますね。なしでもできちゃうっていうね。でもゲームセンターっぽくやるならこうですよね。USB をつけてみました。こんな感じですね。ちょっとこのペリペリを剥がします。こういうとこの剥がせやんな。えい。こんな感じですね。はい、じゃあ電源入れてみましょう。スタート。ないの。リセット。どっかに電源があるんじゃないのこれ。あ、これか。あった。これか。おお、いいね。いいんだけど、俺の顔映るな。レトロゲームといえば、カナポンが結構好きなんで、カナポンにね、やってもらおうかなと思ってます。はい、カナポンでーす。はい。じゃあ、今からやったことのない、なんだった？ディグダグ。ディグダグを
やってみます。ね、髪型変わったね。髪切ったからね、傷んだところがなくなってね。ほら、ツヤツヤ、トゥルトゥルになった。よし、じゃあやってみよう。よし。めっちゃむずいやん。そうね。ゲームオーバー的な感じ？そうですね。これゲームオーバー？ゲームオーバーね。このゲームはエンディングがないらしいから、全部のベジタブルターゲットを出すまで挑戦するっていうのでいいかもしれない。何を言っているの？さっきの岩2つ落とすと出たでしょ、うん、あれを全部取りましょう。これで、これが一応1、2、3、4、5、12面で1周なんやね。ってことなので、12面まで聞いてる？母ちゃん？カラコン？12面までベジタブルターゲットを取っていきましょうか。今日挑戦してみよう。行こうとかさ、レッツゴーとか言ってくれやから。そう、何も言わんと初めにやめてくれる？レッツゴー。間違えた。スティックあった方がいいと思うんだけど。本当？あ。やばいやばい、逃げろ逃げろ逃げろ。嘘やん、そんなさ、そんなんさ、そんなんさないやろ。だって膨らましとる途中後ろから来るとかさ、そんなんないで。頑張って。一言、12名やったらいけるんじゃない？なんかうまく進んでくれない。あれやね、ゲームができない人の言い訳その1、コントローラーがおかしい。未来が見えない。見えない。でもまだまだ大丈夫。6面までですまでにしよう。ごめんまで。じゃあ5年までいったらクリアだよ。無理や。じゃあこれラストチャンスにしますか。ごめんなさい、その顔。ほらほら。使いやんやろ。こらこらこら。おお。何今のマクドナルドみたいな音。てるるてって言ったよね。さあ、6名来たんちゃう？おお、クリアした。ということで、リグダグやってみました。やってみました。はい、楽しくできたんじゃないでしょうか、うん、このゲームはエンディングがなくて12面で一通り見たよってことになるってことね。なので一応12面をゴールとしたんですけども、うん、中小ルールが、採用されまして6面ですね。はい、6面ゴールということで、6面達成しました。おめでとうございます。
面だって、うん、ちなみに僕はさっき初回で9面まで来ましたはい、ということなので、こちらね、ワイモトさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、ワイモトさん、はい、いつもありがとうございます。はい、以上こんな感じで今日は終わりたいと思います。中翔チャンネルでした。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。